夢ラジオ第5761回今日は令和5年11月12月2日土曜日です時刻は午後8時半1週間で一番心の落ち着く時刻ですね土曜の夜夜空は晴れていますよ雲が少し出ていますが晴れた夜空です明日もこの調子だといいお天気でしょうね き出した広を見ながらの放送今回は第二参政党の可能性こんなタイトルでお話ししましょうこれは深刻ですよ。参政党が日本の保守の中で実質的に保守足りえているそしていくらかの政治的な力も持ち始めた唯一の党だから。 まあ小さいところを目つぶってでも全体として大まかに賛成できるんだったら同意できるんだったらまあ賛成党しかないよねっていうまあこういうスタンスでしたね「夢ラジオ」では。NHK 党これはもうどうなるか分かりませんここは。さんはウルトラ、C、でかかやるかもしれないけど まあ少なくとも保守とは呼びにくいよねなんだかんだ言って。でこのことは別にあの私だけじゃなくて賛成党員とか賛成党の支持者もそうじゃないかなもう賛成党しかない賛成党が崩れたら日本はもうなくなってしまうその思いは共有しております。ただし その政党がです、ね、やっぱり政党にななってないんですよねでそのことはいずれ時がたって参政党が成熟してきたらそんなふうに、ね、本当の参政党になる今は独裁党なんだけどとそんな話もしてきたけどこれは私がその参政党とも支部とも関係のない まあ無責任な立場だからそんなことも言ってられるんであって今実際に支部にいる今実際に党活動をしているという賛成党員にとってはもうそんないつかこれも変わるから今は我慢しようというそういう問題ではもうないみたいだねどうやら。以前にもご紹介したあの第七支部ですか兵庫県の。場所は屋とか 西宮あたりのようです、ね、その第七支部の担当地域というのかそこの,あの支部のやり取りっていうのが YouTube にアップされていてでそこから今の参政党の支部状態がわかるあの、まあ、貴重なものだ貴重な記録だという話しましたけどそれのなんか続編みたいなのがまた出て。 でそこにはもう参政党で市議やってる男の人とか女の人が出てらしてほいで今の参政党これでええんかっていうもうそんなことをおっしゃってましたね。ほいで参政党って今独裁党ですからちょっとでもその党の本部の方針あるいは神谷さんの方針と違うのなことを言うとすぐになんか 連絡がやってくるそんな党らしいでその今回ね発言に立ったあのシギさんも男の人でしたけどこんなこと今言ってたら明日あったり電話かかってくるんちゃうかみたいなでみんなが笑ってましたけどあの笑いは決してハッピーな笑いではないんですよ。みみんんなな思ってるみたいだねこんな 政党の中でなんとか派神谷派武田派吉野派みたいなでお互いになんか相手を非難してっていう。でこの動画を撮ってるのはなんかかっちゃんって人らしいんですけどその人も発言に立ってで「参政党はこれからも一択です」。 これは今の参政党本部からしたら非常にありがたくない言葉になると思うもうかっちゃんって人は党出てるしあの公認も取り消されたわけだね。でその人がもう外部の人なのにこういうバーディー面に出てきてでこの記録を取ってで発言もして「参政党一択です」これは参政党本部からしたら迷惑以外の何者でもないでしょう。 ただしです、ね、この石塚さんでしたかこの支部長お辞めになるでこの石塚さんのそのイニシアティブでこの支部会議ではないこのプライベートの集まりが催されでプライベートであるからこそこういう動画発信もできたこれが支部の会議だったらこれは参政党がやめろと本部が言って終わりになるんだけどでこの方も言ってたけどやっぱ人として。 今の独裁体制おかしいと言ってたねこれは多くの参政党員がうなずくんじゃないかなやっぱりおかしいよ。私みたいなお気楽な立場でね参政党どうのこうの言ってるだけだったらまあいつか来るねかもしれないその本当の参政党のための今は準備段階に過ぎないからまあ その多少の独裁も目をつぶってもええんじゃないのみたいなことでしたがでそれを考え方には一であるんだけどそんな目的がいいからって、ね、目的がいいからってその手段がむちゃくちゃでもええんかっていうこういうあの発言特に男の人のね試技はなんか受験に携わってはったのかどうか受験勉強において。 あの周りに迷惑かけながら一流大学に合格するみたいな受験生の話引っ張っててねやこれあるんですよ私も受験担当者だからわかりますけどあるんですよその有名大みたいなところに受かるんだけど家庭でもうむちゃくちゃやってる受験生家族に迷惑かけまくりみたいなその家族に迷惑かけまくってその目的の何とか大に合格するそれでええんかそんな受験勉強がいやその通りですよよくないよ そんな受験勉強はそんな人生の立て方もでやっぱり赤尾さんのね参政党の方から姉気分お姉さん分として出てくれって頼んでおきながら1か月経ってやめて公認取り消してそれを記者会見の数分前に言うこんなことしてええんか かっちゃんって人もあの何の理由か今でも分かりませんってあの石塚さんは言ってますね支部長の。なんでかっちゃんが公認取り消されたのかはいだ分からないだから賛成党こんな話ばっかりなんだよあの理不尽の嵐というのか。それやっぱりねこの支部長が言ってた「感謝の念が足りない」っていう「やって当たり前」っていう。 当然だろうってこっちの言うことを聞けやってもう時間がないんだこの時間がないんだこれねちょうど90年代の終わりにもうじきハルマゲドンが来る時間がないんだって言ってたあのあの頃の日本のさまざまな宗教団体とダブりますよこれもう時間がないんだハルマゲドンなんだハルマゲドンが来ませんでした やっぱり参政党をもっと党員大事にするっていうねあの当たり前のことをやるべきで今目的がいいんだから黙ってろみたいな感じでもう感情みたいなのをすっ飛ばしてやってるみたいだねしかも時間がないと日本がやられるとだからこの支部長さんがねちらっとおっしゃったけどこのままだったら第二参政党ができるってあれねあの予言重いよ。 この石塚さんの代理参政党がこのままやったらできるっていうつまり理念いいんだもんところが今の参政党本部がやってることは真逆にやってるわけでしょだったら本当の参政党を作ろうよ本当の理念と日頃やってることも大調和でそして党員を一人一人大事にして教育を本当に考えるだから理念は良かった理念はいいんだそれに共感したそれで燃えたけど今その 特に統一地方選が終わってから新しいそのボードメンバーになってもう「スターリンみたいになってると夢ラジオ」でも以前では「スターリンだって粛清やったから独ソ戦勝ち抜いたじゃないか」とか、まあ、そんな話もしましたけど今いる人にはね今いる人にはもうやめてくれみたいな話ですよねこれ私があの関係ないから言えるんであって。 第二三政党がこのままならできるねで相変わらず神谷さん松田さんっていうのは参政党は党員が主役のっても今の現実見たらそうなってないやんっていうさもうしらけるか腹立てるかのようなもう今参政党のあっちこっちで起きてるこれがこの第七支部だけじゃないと思うどうも当たり前だけど。 ここだけ本部がいじめて理不尽をやり続けたんじゃないかもう同じことが全国津々浦々の,裏のそれこそ九五次来で作った270の支部のあっちこっちでできててで神谷さんも松田さんも相変わらず党員が作る党っていうそらそらしいことを言ってるわけですね。第政党ななんんかできない,方がいいいがだけど今 この賛成党の党体質は変わらんなそれが神谷さんに由来するのか事務局に依頼するのか私には分からないけれどこんなあの人としてこんなことやってえのかってもう口々に言ってたよねあのメンバーたちが党員たちがねあれ本音だと思うねであれ見て「そうや」と。 思ったい多いいんじゃないかなか全国つつ裏裏やっぱ私みたいな外部から見てもねやっぱおかしいわあの公認取り消しがこんなに安易に行われるしかも説明なし赤尾さんのオレンジの服捨てましたっていう発言当たり前やないかってことこの公認取り消しがこんなにもたやすく行われ理由もなく 相手のことを考えない。相手はその気になってて人生変えるような決断したのにはしご外すこれ参政党は説明すべきだよ松田さんでも神谷さんでもねエメラジオ、今回は第二参政党の可能性をお話しました土曜の夜です